泉、または、噴水は、1917年に制作された、レディメイドの芸術作品であり、時期の男性用小便器を横に倒し、アールムットという署名をしたものに、ファウンテンというタイトルを付けたものである。マルセル・デュシャンの作とされていたが、近年の研究では、本作を含む多くのデュシャン作品は、ドイツの前衛で、ダダイストの芸術家、詩人の女性、 エルザ・フォン・フライター・クローリュが制作したとされている。デューシャンは本作を1917年にニューヨークで開催された独立芸術家協会のニューヨーク・アンデ・パンダン・展に出品しようとした。デューシャンはアンデ・パンダン・展の委員であり、出品料を支払えば無審査で誰でも出品できる規則であったにもかかわらず、協会はこの作品の出品を許可しなかった。この決定を不服として、 同展覧会の実行委員長を辞任。その後この作品は行方不明である。噴水、泉は社会学者のピーター・バーガーのようなアバンギャルドの研究家からは20世紀を代表する作品とみなされており、少なくとも17点のレプリカが存在する。この作品は、 芸術の概念や制度自体を問い直す作品として現代アートの出発点であり、従来の伝統的な彫刻形式をはみ出した造形作品としてのオブジェの認識は本作から始まったとされる。一方で、噴水、泉が現代アートの出発点ではないという意見もある。例えば、芸術と価値などの著書で知られるアメリカの美学者、芸術哲学者であるジョージ・リッキーは、 デューシャンらが初めて制度自体を問い直したのではないと発言をしている。デューシャンとその仲間が初めて芸術の身分の授与という振る舞いを発明したと言いたいのではない。実際にも彼らはただこれまで存在していた制度的な装置を普通とは異なったやり方で利用したに過ぎない。アートワールドはそもそも初めから存在した以上、デューシャンがそれを発明したわけではないのである。一方で、 デューシャンのレディメイドは芸術作品としてさほど価値はないかもしれないが芸術理論にとって極めて重要なものであるとその必要性は認めている。世界の主要美術館が所蔵する泉のほとんどはデューシャン研究家でミラノの画商であったアルトゥーロ・シュバルツが1964年に再制作したレディメイドである。ありがとうございます。